Hey everyone, it's Froggy and I'm back again with another episode of Amnesia Memory, so I'm just gonna go ahead and start. Tsuita! Kento no ie ni kuru no mo mou nareta ne. Konnichiwa! Hai, ima akemasu. Dare? His mom. Ara, dochira-sama? Ah, moshikashite Kento no okaasan?うわあ、いつもお留守だったから会ったの初めてだね。母上、彼女は私の知人だ。アラケント、わざわざ降りてきたの？私の客だろう。それより母上、あなたは風邪なんじゃないのか？どうして起きてくるんだ？ Why aren't you introducing me as a girlfriend? 君もだ。もう大丈夫なのか？無理をして出てこなくてもよかったんだぞ。あら、優しいじゃない。この子あなたの彼女？母上、いいからあなたはベッドに。そうなんでしょ？まあ、そうだな。No, he's blushing again. まあ、いやだ。あなたそんな子がいるなんて一言も言わなかったじゃないの。どうして黙ってたの？紹介してちょうだいよ。両親に紹介するような段階ではない。ねえあなた、今日はぜひ夕食を食べていって。夫も早く帰ってこさせるから。母上、彼女は病み上がりなんだ。あなたも仕事を休んだんだろう。おとなしく寝ていたらどうなんだ。もう治ったわよ。ね、いいでしょ。Thank you, I'll stay over. Please get some rest. Let's be very kind here. I want to stay over. すまないな。万が一途中で具合が悪くなったら遠慮せず帰ってくれ。ええ、無理はしないでね。母上、無理をさせているのはあなたなんだが。だって私が仕事を休んでることなんてめったにないじゃない。あなたはもうすぐ留学だし、私が彼女に会える機会はもうないかもしれないのよ。せっかくの機会は有効利用するべきだわ。改めてお招きするより効率的だし、父様もそう言うと思うの。まあ、それはそうだが。ここの家族って一家揃って合理主義者なんだ。とにかくいつまでもここにいるのは病み上がりの体に悪い。上がってくれ。ああ、そうね。上がってちょうだい。お茶を持っていくわね。あなたの行くべき場所はベッドだ。I will get to see them. 驚かせてすまないな。母はめったにうちにいないんだが、今日は体調不良だそうでな。すこぶる元気に見えるが、あれでも熱が38度あるんだそうだ。そうなの？ああ、今の君は知らないんだったな。私の母は弁護士、父は大学で数学の研究をしている。ああ。二人とも多忙で、ほとんどうちにはいない。私自身、君と交際する前はもっぱら大学に居座っていたんだが、今はできるだけうちにいるようにしている。まあ、こちらの方が君が来やすいだろうと思ってな。ああ。だが、やはり大学にいないと進まない作業があるのも確かだ。もう日にちもない。本当は今日の午後から大学にこもろうかと思っていたんだ。Oh, sorry. 申し訳ないが、学会が終わるまで君と会うのは難しいかもしれない。いや、別に君は気にしないか。ただ私が会いたいだけだな。Oh, gosh, I want to see you too. I'm lonely too. Please do your best. I'm also lonely.そうか。では電話をする。そういうことでどうだろうか。 Sounds much better. いいんじゃないでしょうか。そういえば君たちってそういう恋人同士らしい電話とかしたことなかったよね。そうか、交際中の女性に電話やメールをするというのはこういう目的だったのか。 Yeah, no kidding. つまり会って話ができない分を補うための手段だったのだな。なるほど。以前の君に私のメールが気に入らないと言われた理由がやっと分かった気がする。Oh, now you get it. Good. え、分かってくれたんだ。今度メールを送ることがあったら、会話が成り立つような内容になるよう努力しよう。それと、もう一つ伝えておきたいと思っていたことがある。今日はここまで来させてしまったのだが、できれば君には一人で外出してほしくないんだ。特に時間が遅くなるとき。
あまり人気のない場所を歩くときは必ず誰かに同行を頼んでほしい。あの右京という男のことが心配なんだ。うん。君に記憶がないということは何かしらの理由で狙われている可能性も十分あるということだろう。少なくとも1週間くらいは奴が周りをうろついていないか様子を見てほしいんだが。そっか、そうだね。君のバイト先にまで頻繁に現れてたんだもんね。うん。本気で君を狙ってつけ回してる可能性もないわけじゃないんだ。まああまり神経質になってはかえって疲れてしまうかもしれないがな。君のそばについていてやれないから少し心配しすぎているのかもしれない。とりあえず今日はここで過ごしてくれ。明日以降は君が沢や峰から情報を得られるように根回ししておく。君は早く記憶を取り戻したいだろうからね。It would be good. 彼女たちから情報を聞けば君はいろいろ思い出すのかもしれないな。実のところ私は君がいつ何を思い出すかと怯えている。学会の準備が忙しいというのは言い訳かもしれない。君が全てを思い出して私への態度を変えるところを見たくないだけなのかもしれない。それでも思い出してほしくないなどというのは私の勝手だと思っている。 Yeah, but even if I remember things from the past, I still have the memories of everything that we just went through and how sweet you're being right now. So, you know, that's gonna change things. 君は私に遠慮することなく君の記憶を取り戻してくれ。思い出したらケントを嫌いになっちゃうなんてこと本当にありえるのかな。君は何を忘れてるんだろう。ケントとの間に何があったんだろう。今さらケントを嫌いになんてならないんじゃないかって思うけど、何も覚えてないんだもん。思い出した時どうなるかなんてわからないよね。いや、さあ遠慮なく食べてくださいね。Oh, look at his parentsShe's so adorable, and he looks just like his father. Chou, お母さん風邪なんじゃないの？何この豪華な食事？母上、彼女はあなたが作ったと誤解して驚いているようだが。あら、違うのよ。うちの食事は大体外食かケータリングなの。Must be nice to be rich. 私も夫もこの子もほとんど家にいないでしょ。あまり食事を作る必要性を感じないのよね。え、いや、必要性のあるなしの問題なの？効率を優先するなら当然だろう。妻の労働時間単価を考えれば外注した方がはるかに安いからな。 I see。 労働時間単価？食事を作る時間をお金で換算するんだ。栄養価的にも私が下手なものを慌てて作るよりきちんとしたお店でいただいた方がバランスが取れるし、息子の味覚を伸ばすのにも効果的だ。というわけで、うちは食事を作らない主義なのよ。I see。はあ。世間的に珍しいのは理解しているが、理屈は通っているだろう。Yes。ケントという人間が形成された過程が目に見えるようだね。いや。それにしても、可愛らしいお嬢さんだな。What do you mean still? ええ、さすが私たちの息子ね。まあ、遺伝子は自分にとって最適な遺伝子と引き合い、結ばれるものだ。そう考えれば不思議でもあるまい。もちろん、ケントは可愛いお嬢さんを連れてくるって信じてたわ。さあ、私は本当に最適な遺伝子を選んだのかな。あら、あなた、このお嬢さんのどこが不満なの？私に不満などないよ。ただ、彼女の方にはあるようだ。あら、やだ。もしかしてあなたたち喧嘩中？そういうわけじゃない。大丈夫よ。恋愛感情なんて所詮種族保存の本能よ。悪いようにはならないわ。だといいけどね。お嬢さん、ケントは少し堅物だが優秀な息子だ。もし君がケントとの間にすれ違いを感じているとしても、将来のことは前向きに検討する価値があると思う。This is... I mean, we haven't even been dating for a month yet. 我が家に継ぐ価値があるほどのものはないが、
生活に不自由する可能性は極めて低いと保証できる。あ、私たちのことなら同居するつもりも口出しするつもりもないから気にしなくていいのよ。父上、母上、彼女が気にしているのはそういう条件の問題じゃない。しかし結婚を考えるならやはり条件は重要だぞ。感情を優先しがちになるのはわかるがな。そういう段階ではないんだ。だからまだ紹介したくないと言ったのに。とにかく私たちの交際については放っておいてくれ。自分で何とかする。まあそれも男の資質の証明として重要なポイントではあるな。ふん。お邪魔しました。 Well, they were very interesting. はあ、妙なお食事会だった。ケントの家族って面白いけど相当変わってるよね。Yeah, but weird can be kind of nice too. あ、ケント自身もそうか。疲れたか。急な予定を入れさせてすまなかった。ゆっくり歩いて帰ろう。なんかさ、あのご両親に比べるとケントってまだ人間的な気がしてこない？少なくともケントには理論だけじゃない部分があるもんね。情っていうかさ。ん？君もやっぱそう思う？私も以前は両親と同じように思っていた。種族保存に最適な女性を自然と選び、恋愛と呼ばれる感情変化を起こして結婚するのだろうと思っていた。だが皮肉なことに、実際好意を持った女性は私を嫌っていた。私はといえば振り回されて失態を演じてばかりいる。人生の中でも最重要に分類されるであろうイベントの準備にまで影響を出す始末だ。これが本当に遺伝子の命令なんだろうか。だとしたら私の遺伝子が不良品だったのか。あるいは君の言う通り恋愛に理由などないと認めるしかないのだろうか。最近そんなことを考えている。Your genes aren't effective. Love is irrational. Love is irrational. そうか。もしかしたらそうなのかもしれないと。未来がないかもしれない相手にこれほど思いを寄せてしまうのだからな。Well, that was a cute episode. We got to meet his parents.And I like them. They're weird and interesting. August 22nd. And I'm gonna end this episode here for today. Hope you guys enjoyed it. If you want to see more videos like this one, then click the eye at the top. And don't forget to subscribe. Thanks for watching.